さん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ。この子守みたいな仕事を終わらせて、早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。イーサン、あなたに私嘘をついた。ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら、私を探さないで。はい。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ。大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ。戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、わかってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。ここだな。こっち大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ。手間するなよ。
アマリロの二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。当てれこはしない。こんなやつ、認めないぞ。またかよ。いつでもお前をクビにできるんだぞ。確認だ。屋敷内を一通り移して導入シーンを通る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーワゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ。最高だ。待ってるか。よし行くぞ。ちょっとどいて。しまって。先どうぞ。で、なんでボロ屋なんかに。資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。今度のシナリオは。廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い。お決まりさ。この家はいつから廃墟だって。3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど。息子のルーカスは悪い噂が多い不良だったらしいな。ああ、なんだよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。病気になっちまうけど、まあいい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ、アンドレ、アンドレ、クランシー、アンドレ見たか？どこ行った？たく、何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。なんだ今の。聞いたか。アンドレ、どこ行った。アンドレ、どこにいるんだ。なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。見えるか？なんだ？マジかよ。
ミア、ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、イーサン、大丈夫か？どうしてここにいるの？どういうことだ？君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには。あいつ、他に誰かいるのか？一体何があった？あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。どこに行く気だ？安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も？もうそんなに経ってしまったの？どうした？なんだこの場所は？何をされた？後にして、まずはここから出ないと。確かこっちのはずよ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろ。呼んでないわ。それじゃあ、ちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。ミア、そっちで会ってるのか？あの一家が食事を運んできたから、覚えてるの？ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。ここにドアがあったの、信じて。
ミア。ミア、なんでこんな。あなたは死ぬのよ。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って、早く。
安心して、大丈夫、私よ。傷つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。教えてよ。私の仕事なんだ。この感染を抑える、終わらせる約束、全部一つ残らせもやってやる。よし、これで。もう仕方ないことなのよ。あれを破壊しないと。お前も家族だ。
起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。